今からこんな話してましたけど本番でも入れるんですか。入れようかなとか今ちょっと相談しようかな。それはなぜ。ちなみになんかやっぱり役の力ってすごいなって思って、さっきもちょっと話してたんですけど、はい、やっぱその役を演じるにあたって自分の中で内面とかも含めていろいろとこう役を作っていくわけですけれども、やっぱりこう外見的な要素っていうのは一番こう最初に飛び込んでくるものだから、そこってある部分スタイリストさん、衣装さんやヘアメイクさん、まあ美術演出というの方々のクリエイターの方々がそういうものをこう割と担っているんですよね、ミュージカル舞台を作るときっていうのは。でもなんか自分から発信するとしたら何だろうってことをいつも考えたりするときにカラコンって結構使えるなって思っていて、まあ、例えばトムっていうのは日本人ではなくて目の色にも要素を入れてみようかな、でもファッション的にありかなとか、俳優を目指してるんでトムはってことは絶対自分を見てほしいと思ってると思うんですよ。なんかすごい自分の身なりにめっちゃ気を使ってるっていうのをこれでアピールできるじゃないですか。これがもしなかったらなんかもっと俺のこと見てよってこういうことだけど、でもこれであるだけでなんかこれだけでなんかもうバンと表現できるとか、そんな意味もあってちょっといろいろと持ち込んでますけど、こちらのお嬢さんも。ちなみにね、平さんもなかなか今まで見たことないようなフィジュアル。そうですね、っていう感じですけど、しばらくおとなしめな感じの、役も多かったし、髪もこんなに明るくしたの何年ぶりっていう感じで、最初もう金髪にしようかと思ったんですけど、あんまそこまでやんなくていいよって言われて、はい、このぐらいに今なってて、まあ、調整まだ多分すると思うんですけど、ありがとうございます。あとはもうなんかちょっとギラつこうと思って、ギラつくわっとした時になんかメールとかがあって、洗剤のチラシの写真、はい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 、めっちゃいいよね、うん、でなんか今日初めてそういう意味では会見があったから、コスチュームとかそういう役というものをちょっとまとってるじゃないですか、で稽古1週間してるからより内面的にもちょっと見えてきてるじゃないですか、でまさにあの時のビジュアルのイメージに今日すごく近かったから、おおっと思って生で見れたみたいな、生で見てくださいみたいな感じ本当に私カラコン、歌詞の中で出てくるんですよ、実際目が綺麗っていう歌詞が出てくるから、うわ来たと思って、でいつも稽古の時に、はい、まあやっぱりこういう間柄なのでかなり接近戦が多いんですでもう本当にこの距離でもうゼロ距離みたいな中でお芝居していて、でもうすごいお互いの見ますよね、見るアッキーさんすごい見るんですよ、見るめっちゃ見てくる、それ目をですか、うん、ですごいこうやっていろいろすごいこうなんかしかも目の奥をすごく覗き込んでるなって思った時に、あ、見られてると思うと私も別に何も言わないんだけどずっと見るようにしてて、別になんかそこに会話は成立しないんだけど、なんかすごい目で探るじゃないですけど、なんかそれがやっぱりここになった時とかもそれでその吸い込まれるような感覚にすごく陥るなと思って、効果的だ、すごく素敵だなと、私的には効果的ね、OK、飲料いただきました、ゾゾゾってしますね、横で歌って上手くない、本当のこと、皆さんそう思ってます横に聞いてみると違いました、全然違います、だって本当にもうゼロ距離でここで叩かれるので、ね、やばいと思って、もう俺いつ叩かれるかなとか思いながらこの間も振り付け中に結構その密着な振り付けがあって、鉄春さんが振りをつけてくださってるんですけど、はい、俺ロックオペラモーツァルトで鉄春さんと一緒にがっつりやってるんで、すっごく信頼してるんですね、で割とその振り付けの中でそのパパパッと感情的に動いてる振り付けだったんですけど、もちろんカウントとかいろいろと決まってるんですけど、その感情で動いてるっていうのが分かるから自分その感情になってみようと思って3回ぐらいその振りをやってたら、なんか知らず知らずにお尻に手を当てていて彼女ので、よく冷静になって哲治さんの動きを見たら、どこにどこにケツ触れてないみたいな、腰でいいんですみたいな、ごめん俺ずっとケツ触れてたねみたいな感じでずっとお尻持ってたごめんって言いながら、気づいてましたけど大丈夫ですみたいな基本私なんか全部受け入れますみたいな、受け入れてくれてたからいつこうやられるバンってやられるかなって思いながらヒヤヒヤしてるんですけど、役の力を借りて何でもできちゃってる感じがちょっとありますけど
でもなんか本当に稽古中に危うくちょっとハッていきそうになる時あるんですよね。だから止めないとこれどこまで行っちゃうんだろうみたいな時があって。本当だよね。そうなんかまだね稽古中にキスとかしてないけど、うん、なんかちょっとたまにパッてしちゃう時とかあるじゃないですか。あの時にあ今気持ちすごい乗ったんだなとか、ね、あ今もう完全にリンクしたなみたいな時がある。ただしたいだけじゃないかっていうのもあるじゃないですか。いや見方によってはただしたいだけだよ。だって意味がないのに意味がついたりする場合もあるでしょ、うんうんうん、だからこのゼロ距離ってのは結構俺たちにとって重要です ね、キーワードというかテーマの一つですね、うんうん。